はい、教えてジュラシックのコーナーです。ラットプルダウンってどうやってやるのってことですね。まあ基本的なラットプルダウンを今日は解説します。まあバーね、今いろんなバーがあるんで、例えばうちだとパラレルも幅がいろいろあったりとか、あとまあ昔ながらのオーソドックスのバーとか、あと、マググリップとかいろいろありますけど、基本的にまずやってほしいのが基本的なグリップで引く力を強くしてほしいです。もちろん効かせるのも大事なんですけど、まずはやっぱり上から引っ張る力っていうのをしっかり、トレーニングして強くしていってほしいんですよね。これはもうどの部位もそうなんですけど、絶対大事なことなので、最初からこうちまちま効かせにいかない、しっかり重さを使って、それでも背中にしっかり効きますからね、ポイントを押さえていけばということで、あんまりマニアックなバーを使わずにできるだけオーソドックスなバーを使うといいです。で、僕はこのバー、昔はねもちろんこのタイプのバーでやってましたけど、最近はもう本当にパラレルグリップですね。で、初心者の方はやっぱりこのタイプのバー難しいです。はい、肘が結構横に開いてるんで自由にこう動くので、できたらパラレルグリップの方が、力の発揮はしやすいと思いますね。あとフォームがあんまり、ブレないというか固めやすいので、できればパラレルグリップがあるジムでの方はパラレルグリップやってほしいなと思いますね。でないジムの方はもうこうやっていいんですけど、今日なんでどうしようかな、まあ動き的な説明なので、今日はグリップじゃあ必ずじゃあどこにでもあるこっちのグリップでいきましょうか。で、幅は僕の感覚はもうストレッチしやすく収縮しやすいちょうどいいバランスですね。広すぎちゃうとストレッチはいいですけど収縮感ないですし、狭すぎちゃうと腕の使いが多くなっちゃって、背中使ってる感覚も少ないし、ストレッチ感もなくなってくるので、まあ心地よい幅で僕は弾けるところで、まあパッと持った時のこの感覚で、まあ、今だと僕だとこの辺ですかね。で、セッティングなんですけど、時々シートの高さも変えれるラットプルあるんですけど、まあほとんどのラットプルが多分シートは高さが変えれなくて、こっちの幅でこっちですね。で足は、結構皆さんガチガチに固めたがるんですけど、体の上下動が全くできなくなると力の発揮ができなくなるんで、ちょっと遊びがあるぐらいですね。これちょっと遊びがありますね。ちょっと遊びがありますね、これね。こんな感じが、おすすめです。なので、これだとブカブカっていう方は、これだときついけど、これだとブカブカっていう方は、ちょっとなんかラバー1枚かますとか、まあ小さいプレートを足の裏に1個置くとかっていう感じで、僕どうかな、これ。こっからシーテッドカーフやってこれぐらいまで上げた時にやっとかかる感じですね、こっちのロックが。これぐらい遊びをいつも持たせてます。はい、あとは基本的な動きですね。まず体の上下の動きです。これ今ちょっとお尻浮いてるの分かりますかね、お尻浮いてますよね。でこのパッドが今当たって戻ってしますよね、この足のもものパッドですね。とこの動きと、それから体の前後の動きですね。立てて倒す、立てて倒す、この動きを両方使っていく感じですね。こっから倒した時に引いてくる感じです。1、2、3、1、2、3、こんな感じですね。今狙ってるのは広背筋なんですけど、広背筋は基本的に体を
倒した状態でこういう角度ですね、体に対してちょっとこう斜めから入ってくると効きやすくなります。なので結構皆さん多いのがラットプルすごい丁寧にやってるんですよね、体を倒さずに。で気持ちは分かります、背中難しいんでこう反動使っちゃうとよく分かんなくなっちゃうんで、こう背中をギューッとこう収縮を意識しながらゆっくりやってると思うんですね。まあこういう感じですかね。こういう感じですかね。確かにこれすごい背中使うんですけど、とにかく力が出ない。そうすると最終的に背中にまだ余力が残ったまま終わってしまうので、ある程度やっぱ体を振っていくっていうのは大事ですね。これは力を出すっていう面でも大事ですし、倒すことで斜めに入ってくることで広背筋に入りやすくなる。でおとなしく立ててやってるとやっぱ大円筋ばっかり入ってしまうので、やっぱある程度倒していくっていうのも大事ですね。角度的なところも大事です。あとリズムがすごい大事で、1、2、1、2、1、2、このリズムでももちろんいいんですけど、これよりも1、2、3、1、2、3、1、2、3、このリズムにすると背中に乗っかってる感じがすごい分かりやすいと思います。で何やってるかというと、1で引いて2でゆっくり戻して、3は次引くための準備です。息吸って、この時に広背筋に重さを感じたらそのままドンって引く感じ、ドンドン、こんな感じですね。で3の息吸うところとそれから重さを感じるところがないとなかなか引いた時に効いてこないので、基本的にはラットプルというのは戻しながら効かせます。で引いた時にどっかで引くんじゃなくて、もう戻っていって3のところで重さを感じたらあとは引っ張るだけっていう感じですね。そうするとすごい簡単にしっかり力を戻しつつ、効かせる感覚が分かると思います、ね、あまり丁寧に丁寧にやろうとしないようにして、ね、もしいいなと思いますね。あとは顔の向き、結構バーを皆さん目で追っちゃうんですけど、倒してるのにバー目で追っちゃうと体丸まっちゃうんですよね。顎引いちゃってこういう感じになっちゃうんで、常にちょっと顎上げ指でそのまま胸に引いてくると、広背筋チューブが入りやすくなるのでいいと思います。親指どうしていいですか？親指はこの前の場合は僕結構外すんですけど、もうなんか感覚ですね。邪魔になる時あるんですよ、親指が。なんで、まあ、理論的にはいろいろありますけども、僕は基本的に気持ちよく一番弾けるストレッチ感がある、種目、グリップでやってますね。どっちか試してみるといいと思います。サムレスかサムラウンドを試してやってもらうといいですね。まあでも意識としてはやっぱりストレッチ感の方を大事にした方がいいですね、ラットプルの方。あとこうケーブルの種目は引いた時にこれ必ず戻っちゃうんですよね、ドーンっていくとね。すごい勢いで戻ろうとするので、あんまりこう収縮で止めようとしないように一瞬だけ収縮させる感じですね。なんでよく言う、こう初動スタートでグッと力を出す、後半でギューじゃなくてグッと力を出して一気に引いてゆっくり戻す感じ、まあ、そうすると収縮感があんまりないんですけど、自分からちょっとこう迎えに行くようなイメージがあるとある程度背中収縮できるんで、なんで倒して最後は自分で迎えに行く。こっから胸をキュッとちょっとこう突き上げる感じですね。倒して最後胸で迎えに行く感じです。1、2、3、1、2、3。
さあこんなイメージですかね。あとは今毎回僕胸に当ててますけど、胸に必ず当てるぞっていう気持ち大事です。あのラットって潰れないんで8割ぐらいの力でも引けてるんですよね。で1回2回ってやってる方結構多いんですよ。毎回毎回胸に絶対当てるぞって気持ちで引くと 100% の力出やすいので、胸に当てる当てるっていう気持ちで引くとより力の発揮が強くなると思います。こんな感じですかね。基本的な一発目から胸に当たらないっていうのは重すぎる。重いですね。あと、引くリズムとしては、今 1,2,3 でやりましたけど 2,3 でこう重さを感じてそのままドンと引く感じですね。でこれでもうガッて引けなくなった時にまだ背中って余力ちょっとあるんですよ。その時にこうやって一回揺すって 1,2,3 1,2,3 こういうリズムに変えてあげるとまたちょっと力出て胸に当てれるんで、僕はこうやって2段階で追い込んでますね、はい。あ、まあ若い頃はあのめちゃめちゃ重くして最初から今のリズムでもやってましたね。すごい重くして最初から揺すって弾くとかね、すごい重くしといて最初からもう揺すって弾くリズム 1,2,3 こんな感じで、参考になりましたか。なんかあの旗から見ててそれほどの重量でもないんだけど、もうアップの段階からあのパワーグリップ装着してやってる方多いですけど、はい、あ、パワーグリップはもうしっかり使ってください。ああ、はい、あのボディメイクの場合はもう本当に握力なんか正直必要ないので、あの無駄に前腕とか疲れちゃって、先あのね後半がもう全然トレーニングできなくなってしまうんで、一回パンプしちゃうとね、パンパンになっちゃうと。なんでしっかりパワーグリップに頼って、やってもらうといいと思います。で、僕はベルトは背中のトレーニングはあんまりしないですね。これなぜかというと、ストレッチさせるときに。こうぐーっとストレッチするんですけど、後背筋ここから伸びてるんで、ここからずーっと伸ばしたいんですけど、ここベルトで締めちゃうとあのストレッチ感がすごい気持ち悪いんですよね。伸びなくなっちゃうんで、上背部の時はするんですけど、背中下からぐーっと後背筋伸ばす時は、ベルトしないようにしてます。あとはどうしてもラットは重いのやっていくとこう上に向かってグッていくんで、これをギュッとこう握力でどうしても掴もうとしちゃうんで、一番やっぱり握力が種目の中では、背中の種目の中では、力みやすい種目ですね。だから上行った時は特にこうパワーグリップに頼ってあんまり握らないようにしますね。で下に来た時はちょっとこうグッとこう握り込む感じでやってます。腕の関与を最小限にするなんかポイントみたいなのありますか？腕の関与を最小限にするポイントですか。この引く前の時点で背中に重さが乗っかってるってことですね。ここでポーンと抜いちゃうじゃないですか。抜いて背中は伸びてるんですけど、腕も伸びちゃうと、ここから背中の力があの抜けちゃってると、クッていった瞬間に腕に力入れやすくなるんで、もちろん腕は絶対使うんですけど、この時点で背中から重さが抜けないようにしてると大事ですね。戻った時の重さを背中で受けてそのまま戻していく感じから引くっていう感じです。そんなイメージ。そうするとなんか腕には安定してずっと力がかかってる感じですね。一瞬抜けてグッと腕に力入るんじゃなくて、ずっと腕に力入れつつ背中を
動かしてる感じですかね。でまあ初心者の方なんかストレッチするときに腕を伸ばしちゃうと伸びてる感じになるんですけど、基本的にはやっぱ肩が上がってないとストレッチにならないんで、この状態じゃダメですよね。背中伸びてないんで、この状態ですよね。この状態とこの状態の違いですよね。これで腕伸びちゃうと背中伸びてる感じになっちゃうとダメですね。ここまで上げれますからね、背中どんどん見てって感じですね。やっぱり背中果たしやすい人っていうのはまずこの肩甲骨が、肩甲骨もだし、背中が大きくこうストレッチ収縮できるっていうのは大事ですね。見た目の大きさっていうと腕でできちゃうんですけどね、ラットプルの場合ね。この動きが大事ですね。あとは、まあ、とりあえず基本はこんなとこかな。はい。